はい、今ね、静岡県の沼津市にいます。で、沼津市のね、バンカルラーメンというのが国道1号線になるんですけど、バンカルラーメンも食べてきたところです。まあ、結構たまにここ行くんですけどね、東京の池袋なんかにね、バンカルラーメンってあるんですけど、そこの沼津の人ですね。まあ、こんな感じで今食べてきたところです。結構美味しかったです。まあ、これタイのバンコクで、ね、仕事で赴任している時によくこのバンカルラーメンというのはね、スクンビット通りのソイ39ってところにあったんで、まあ、そこでよく、まあ、行って毎週、まあ、週2、3回は行って食べてたんですけどね、まあ、こんな感じで久々に来ましたけどね。沼津にもあるんでね、なかなか、まあ、どこの店も大体変わらないって感じはね、うん、この店も良かったですよ。やっぱこの結構やっぱ人いますね。今深夜1時ぐらいなんですけどね、こんだけ人がいる、美味しいだけありますね。ニンニク入れ放題なんで、ニンニク入れすぎてニンニク臭くなっちゃうとね、困るんですけど、ちょっとこれは皆さん気をつけていただきたいですけどね、こんな感じです。